若手クラシック奏者が南アルプス市内で演奏を披露する第1回ズードアルペン音楽祭。昨年の9月にあやめホールや若草ホールなど市内のさまざまな場所でコンサートを開催する予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で延期になってしまいました。けれどもコンサートを開催するにあたり、協力してくれた運営スタッフや地域の団体、企業への気持ちと、地域の人たちに演奏を聴いてもらいたいという思いから、出演予定の演奏者が市内を訪れ演奏を披露してくれました。バイオリニストの藤原明夫さん、山梨県南アルプス市出身、櫛形西小学校、櫛形中学校を卒業後、東京芸術大学音楽学部附属音楽高等学校へ進学。その後、東京芸術大学を卒業。現在、ベルリン芸術大学に在学中です。これまでに第1回東京芸術センター記念バイオリンコンクール第1位をはじめ、第2回日本バイオリンコンクール年間最優秀賞など数々の賞を受賞しています。バイオリニストの倉富亮太さん、東京都町田市出身、東京芸術大学音楽学部附属音楽高等学校を卒業、東京芸術大学音楽部弦楽科を首席で卒業、同大学音楽研究科修士課程を修了。これまでにシゲティ国際コンクール入賞をはじめ、ロドルフォ・リピッツァー国際コンクール第2位など数々の賞を受賞しています。現在は NHK 交響楽団バイオリン奏者として活躍しています。バイオリニストの石上真由子さん、京都府京都市出身、5歳からバイオリンを始め、8歳の時にはローマ国際音楽祭に招待されました。これまでに第77回日本音楽コンクール第2位をはじめ、第14回チェコ音楽コンクールバイオリン部門第1位など、国内外のさまざまなコンクールで受賞しています。また2019年には CD をリリースしています。現在はソリストとして国内外で活躍しています。チェリストの藤原秀明さん、山梨県南アルプス市出身、櫛形西小学校、櫛形中学校を卒業後、東京芸術大学音楽学部附属音楽高等学校へ進学。東京芸術大学及び大学院修士課程を卒業。現在はベルリン芸術大学に在学中です。これまでに第89回日本音楽コンクールチェロ部門第2位をはじめ、第12回ビバホールチェロコンクール第1位など数々の賞を受賞しています。ピアニストの貝原由紀乃さん、広島県福山市出身、東京芸術大学音楽学部附属音楽高等学校及び東京芸術大学を卒業、東京芸術大学大学院音楽研究科修士課程を首席で修了。これまでにロンティボー国際コンクールピアノ部門セミファイナリストのほか、第14回東京音楽コンクール第3位などを受賞しています。現在はベルリン芸術大学に在学中です。ある時に、もうドイツに留学してからですけども、
まあ、友人と話をしていまして、はい、その友人が、まあ、この場所がとても素晴らしいところだから、はい、まあ、音楽祭のようなものをこうとか、まあ、演奏会とかしたらいいんじゃないかっていう話をしてくれて、はい、私云々っていう話ではなく、やっぱこの自然があるところっていう、はい、で自分にこのその子はその友人は東京の出身の子なんで、やっぱりその地元があることが羨ましいというか、うん、っていうふうにまあ言っていて、あんま確かにそうなのかなっていう、地元にこう帰って来れる、その私のそのなんていうんですかね、こういいチャンスのためでももちろんありますし、いろんなことをひっくるめてなんかとてもやってみてもいいかなというふうに思ったっていうところですね。
今回のズードアルペン音楽祭を開催するにあたっては多くの協賛がありました。出演者は感謝の気持ちを伝えるべく、その一つである JA 南アルプス市を表敬訪問しました。一行は運営を支えてくれたお礼を伝えた後、ミニコンサートを開き、クラシック音楽の魅力を伝えていました。また南アルプス市議会にも訪れ、議場で演奏を披露し、緊張した場内の雰囲気も和らぎ、吸い込まれるような美しい音の調べに大きな拍手が送られていました。こんなに多くの協賛企業さんが集まってくださると思ってなかったので、それもなんかこう一つその励みになっているところではありますし、まあ大きくしていくためにはまあそれをその輪をね広げていくっていうこととかはとても大事だと思うので、本当に感謝して、その方々のそのご期待に添えるか分かりませんけども、一生懸命やらせていただきたいなっていうふうに思いますし、まあ実は私がこうね協賛企業さん存じ上げない、直接存じ上げない方もいらっしゃるんですけれども、まあそれは本当に実行委員会の方々が見つけてきてくださったりとかして交渉してくださって、ですからその実行委員会の皆さんのまあ本当ご人徳だったりですとか、ご人望からこういう形をになったっていう感じですね。Thank you.
9月に開催できなかったズードアルペン音楽祭ですが、今年の3月に開催できるように実行委員会は活動を始めています。その3月から4月1ヶ月ぐらいかけて、毎週こうなんていうんですかね、例えば1回とか、どっかで演奏会をするみたいな、まあその9月にはなかったまたその季節感というか、まあ、4月とか3月ならでは の、 空気感の中で、できるのもそれはそれでなんかただ楽しみだなっていうふうに、自然の中に音楽があったらなんかもっと自然が綺麗に見えるとか、音楽がもっと素敵に聞こえるとかって、こういろんなこのなんていうか、こう相乗効果みたいなのってあると思うんですね。だからなんかまあその街とその自然とかね、そういうものと、うまく音楽をこうなんていうんですか、ね、こう同時に楽しめるっていう風にするのが私のそのコンセプトの一つであります。またドイツに戻ってね、また少しもし少しでもレベルアップ私自身ができればそれをこう皆さんに聞いてもらうのも楽しみに頑張りたいなって、辛いドイツの生活も頑張りたいなと思います。そして9月の音楽祭の舞台となるはずだった若草ホールでも演奏を披露しました。
かがでしたか？3月には南アルプス市でコンサートが開かれる予定ですので、会場を訪れ若きクラシック演奏家による美しい音色を聞いてみてはいかがでしょうか。